s t f m 都城は宮崎県都城市の一部地域を放送区域として超短波放送をする BTV 株式会社のコミュニティ放送部門の愛称である。かつては株式会社 s t f m 都城が特定地上機関放送事業者として社名をそのまま愛称にして運営していた。BTV ケーブルテレビが所有し、 BTV 本社とシテ t f m 都の城本社が置かれている都の城 IT 産業ビル。手前のビルにはシテ t f m 都の城のサテライトスタジオもある。旧本社2001年4月17日に国内で140番目、九州地方で13番目、宮崎県では3番目に開局したコミュニティ放送局。開局当初の運営会社である株式会社 CTFM 都城は 宮古の城市と民間企業が出資した第三セクターであった。霧島酒造、BTB ケーブルテレビ、江夏商事の3社は、資本金を10%を超えて出資しており、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にあった。宮古の城市及び、近郊の一部地域の人口25万人を対象と、する。ベリカードも発行している。 日曜深夜25時 -32-00 を除き24時間放送しており、自社制作番組は月土曜日の7時20時の間に放送される。それ以外の時間は、月土曜日は J-Wave の番組を、日曜日は終日ミュージックバードの番組を放送。BTV ケーブルテレビの局舎がある IT 産業ビルの7階に演奏所があり、BTV ケーブルテレビの番組ガイド。 ピッキーチャンネルに番組表及び番組紹介コーナーが設けられている。また、BTV ケーブルテレビのこちら、BTV 情報局も音声部分がそのまま放送されている。2013年9月1日、スマートフォン向けアプリ FM の当局版が配信され、番組が全国に配信されるようになった。2018年7月、主要株主でもあった。 BTV 株式会社に吸収合併された。正式には発行していないが、1ヶ月に1回、BTV ケーブルテレビの番組ガイド、ピッキーチャンネルにタイムテーブルおよび番組紹介、パーソナリティ紹介などが掲載されている。都の城市と連結し、基本的に自社制作の番組を放送中はパーソナリティが伝えることがある。なお、JWAV などの配信中は、 そのような配慮がない。ガジオをお知らせしますのアナウンスの後、正時になると、チーンと音が2秒ほど流れる。2011年4月から1年間、高原町役場に設置されていた、臨時災害放送局、高春災害 FM では、定時放送及び緊急時を除き、シティ FM 宮古城と同じ番組を放送していた。コミュニティ放送事業者、 マスメディア集中排除原則について、会社概要して FM 都の城かつては、日曜日にも番組は組まれており、月曜日も生放送が組まれていなかった。ただし、2011年の霧島連山新、年だけ噴火の時は、パーソナリティが24時間の泊まり勤務をしたことがある。広報高は、平成23年5月号3ページ2014年5月に、 パーソナリティのゲスト選定を出演させた。ありがとうございます。